悪い人ではないと思うんで身分をだ。一回戦ったからまだ許されるけど。戦って、どういうわけがまあ、これで揉めなきゃいいけど、俺が出すれば。次の人はさっき試合したけど、潜レ例の選んじゃうちょっと、自己中傾向はあるけど、あの、あルール説明、この人できねえんだよ。一番さんって多分ルール説明できない人なんだよ。 ああ、そういうことかもしんない。あ、ただ、なんとなく察してゲーム始めてほしいけど、ゲーム壊れない限り。まあ、俺が人狼だったら、何癖つけて自爆するけど。あ、俺が人狼なら何癖つけて自爆するけど。やりたい人もいるだろうから、俺は、まあ、狂人だから任せますわ。自爆でもいいっすよ。狂人はまあ別に、狼よりはやる気はあるけど。うん。狼よりは、一応、狂人も推理ゲームだからね。 逆の、逆側の推理をしていくやつだから、狂人は。要推理ができるんだから別に、まあ、狂人でもいいんだけど。褒めなきゃいいんだけど、多分ね、ルール説明ができねえっていうので、あの、バグ、あの、パニックってるかもしんねいもし、あれならば。褒めなきゃいいけどね。ルール説明ないから、ああ<番>、なあ、か。れは。 のプレイヤーは発言してください。はい、えっ、ー、と、特にしような。あ、もめないんだったらゲームします。はい、狂人別にいいんで。うで思考を回避。狂人気が。なんで,で僕は基本的に一周目から役職の方は。狂人は別にいってほしいかな。管理職みたいなもんだし、もう適当にやってればいいし。転覆。または。責任があるわけじゃないし、強人に。の方はあんまり。 僕は信用はしないかなっていうのと、あとはムラスラはとてつもなく嫌いなので、2、1とか。大体潜伏して盤面不利になってるんだったら。1> 1であれば出ない、人脳が悪いし。ラスラをした人を積極的に取ろうかなと思っております。ぐらいかな。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい。 えー、9番です。ドラッグマシンです。役職 CEO 特にありません。えー、直前の八番さんに関して、うん、なんて言ったっけな、<laughs> のが、うん、まあ、 ただ、8番さんは、うん、あんまり、狼っぽくないかなとは、私は思ってますね。はい。そうですね。はい。そして、えー、村の皆さんは、しっかり狼に対して、一番のプレイヤーは、発言してください。 はい、村人陣営でした。とこにしようありません。えっ、ー、と、まあ、八幡さんに関しては印象は良かったです。えっ、ー、と、まあ、別に白黒判断がつくわけではないですが、えっ、ー、と、基本的に私も、普通に続いてるからいいなっていいか。これでは嵐に見えないだろうから。全部、えー、村も嫌いです。うん、同じです。続いてるからいいか。えー、って言葉で入れなくても。 それに対してなんでそんなにルール説明苦手な人って言わないっていうのに時間がかかったのだろうかっていうことは気になりました <laughs> 正直なんで8九で言えば9の方が、まあ、やっぱり印象は悪いよねっていう感じはしています、はい、それぐらいかな、まあ、あとは盤面塊したいって感じです二 2>, 2番 のプくださんは、なんだろう、なんか、トップ1が、まあ、その置だったらやっぱ考慮はできると思うから、仕方ないと思う。最初から出てほしいっていうのは、その1でやっぱり、ババばっていた,だいた時に、やっぱり考察できないからこそ、やっぱそうトップ1出てほしいっていう意見は分かると思うから、いいと思うけど、まあ、八幡さん、その2周目、グレコーダー次第だと思っていて、 現実ついたら一番かな。一番さんって9番さんなんか結構触れてたけど、9番さんっていうのは8番さんに触れるとこしかないわけだから、それ1番さんは結構不当に感じたんで、現状グレーだったら1番さん。なんか一番さんも8番さんのこと評価できるんだったら9番さんのことも一応、評価は一応ちょっとはできると思うんだよね。9番さん8番いいって言ってるわけだ。一番も8番がいいと思ってるんでしょ。だからそこで9番さんだけになんか8番さんしか触れるとこないのに、 なんか9番8番さんペタペタ触れてんなっていうのを一番サフトに感じたんでくれたら1番が怪しいですはい直近の2番さんに関しては1番さんは9番さんがねあの8番さん村人なんじゃないかな村人なんじゃないかなっていう時間ねいう時間に対して 違和感を覚えてるから1番が2番が1番に言ってることはずれてるっすね。はい、で8番さんに関してはあの占いが潜伏してる盤面っていうのも強い盤面はあるから一方的に占いが潜伏してるからシーンを、えー、見たくないみたいなこと言ってましたけど言ってたよね多分。 それをやめたほうがいいと思います無駄だったら別に潜伏するメリットがめちゃめちゃある場面もあるからねと思いましたはい以上4番のプレイヤーは発言してください,ださいはい裏返し一番ろです裏返し一番ろ。えー、っとそうですね まあ、あの2番が一獲するかもしれないんでその場合はねちょっと協力しないといけないんでなあ護衛の話になってくると思うんですけど、まあ、基本的にグレランで棋士が死ぬ気であのあ,あのあ、ー、のムラだけに言うわう役職棋士と霊ノはもうええわスムラは村人探してくれで こいつと手をつなぎたいってやつ、一人だけ決めてくれ。はい、人狼、無理に探さなくていいから。えー、っと、その村の一人と手を組んでね。で、浮いたとこ釣りましょう。今日、五番のプレイヤーは発言してください。はい、三番でいいんじゃないですか。うん、二番が霊能で出てるのに、まあ、一着するかはわかりませんけども、二番叩きから始まってるっていう。うん、まあ、それまたは九番。結論がわけわかんないっていう。 漢字の結論がね、話が長すぎて出ないっていう。結論言わないから伝わらないゲームなんで。うん。よって3級がおかしい。うん。っていうことですね。半端ないじゃないですか。いきなり2番たらきから始めるって。なんですけど。えー、っていう感じで思ってます。最近のね、トレンドはね、あれですよ。ね。霊能を叩くことで狼っぽくないことを演出する。うん。あの、 村がね、老っぽくないことなんてやる必要ないんですよ。普通にやってればいいんですよ。普通に。はい。よってね、2が0で出てるのにそこで耐えてる時点でもう3番。最近の人狼の傾向が出てますね。以上です。六番のプレイヤーは、ね、発言してください。いうん。まあ、3番黒かったよね。うん。あと声も異常に響いたし。 2番に触れる人ってなくね ?2 番は別に西和だ釣ればいいだけだから、霊能通触れる人ってのは黒く見ちゃうし、うん、あと9番かな、うん。9番はもう意味不明な人物。はい。まあ、4番について言うと、なんかわけ分かんなかったよね。お手でつないで探してくださいって。私目線4番は偽に見えてるから、はい。締めないなと思ってる。はい。5番最白だね。5番最白、うん。4番2星でしょ で、見,せ見えてて。3級は、これどっちか陣外でしょう。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。これ、メルビット陣営です。特にしよありません。ということで、これ4番、核、核心って感じですか。ら占いでおめでとうございます。で、えー、っと、まあ、6番に若干抱いた印象は、 何だろう3番に対して向けてたヘイトの向け方がちょっと6番ずれてるかなって6番の3番に言ってた言って2番一角してる例のに対して言ってるんだけどもそこで言うなら6番自身も4番に抱く疑念っていうのは結構近いんじゃないの 3番と3番が2番に対して触れたことに対して6番って4番に対して一角してる4番ってこの状況か結構不当なんじゃないかなって6番3チかなって思ってます8番のプレイヤーは発8番のプレイヤーは8番のプレイヤーは7番35666が5 6 <笑><笑>えっとね、言おうと思ってたんが、5、6めっちゃ怪しいなーって思とって、で、七番さんが、あの六番さんに指摘したことがすごく、あの、まっとうというか、同じようにいたので、7番さんが、ね、2番が一角すんだから、2番にご機嫌取る方式だよ。<laughs> 今日の戦略は、釣られるのもめんどくせえが、生き残ってやんなきゃいけない,からい番さんが叩いた、生き残ってっぽくねえとの頃を、まああのー、狙う作戦だったから。まあ だから三番たらきからなかったんだよ。僕にした指摘も、うん、あの2番がほぼ意角するでしょう。だって俺、強人なんだもん。<の>うん、ここで戦略を立てて、やるべきことは2番の評価集。で、票をもらわないようにする。あとはてて、うん、ただ、ちゃんと例のを決め打つとか、そんな村っぽい発言は全くしてねえんだけど、それっぽいクレーセーサーはしてたけど。 のちょっと違って、きは明るさまな人廊狼、人外発言だけどはい、えー、お願いします。えー、6番さんとえー、4番さん。うん、えー、ごめんなさい。<laughs> あなたたちがそれぞれどこに塩出ししたのかがよくわからないんですね、私。<laughs> 酔っ払いすぎちゃって、ちょっとよくわからないんですね、ちょっと。まあ、<れ>酔っ払ってるかもね、確かに話がね、あの、あのの話し方もあるかもしれないけどね。 僕はさ、ね、時間配分できてなかったからね。んまあ、そうだろうなって思う。その可能性はあったよ。時間配分ができてないのよ。話はまあ、もともと遅い人だと思うけど。一番もと遅い人だと思うけどね。どー時間配分ができてなかったのよ。い言いたいこと、はい、まあ。まあ、9番は精査不能です。 でえっと八番人がその位置で待って九番負けでもしょうがないじゃんこれ、まあ、怪しいと思っていたっていうのはわかるんだけど薬局でだだ最後になったの新任務登場してしまったわからないのとあと上番、まあ、勝負席私三番に関してはえっとっよく話を聞いている人物だなと思っていたんですよ。 <の>まあ私からすれば女性すらない信仰なんで別に一番形のデータは、あろうであっても9番するかな。私が8、9に対して違うこと、3んが人狼でも面白いから3つろえと。9番が8番を白いと思っているのであれば、<laughs> もう少し早く言えたんじゃないのっていうことをきちんと言っていたので、あもうなんで黒いって言えたのかな。ミス,スというか評判任務のあれが体力高いから大変だよな、 まだ89でいいんじゃないかな。キューバーさんは占い先も把握してないし、やっぱりこれはキューバーさんがもし、裏人トだった時っていうのは、やっぱり人間負けさせる行動だと俺思ってるから、まあお酒を飲むなっていうわけじゃないんだけど、のの飲むのは別に自由だったので、飲んでー、はい、このゲームやってることが問題かな。ちゃんとできないのに。でも間違いそうな気がする。いちゃんとできるなら別にその、お酒に弱い人、い人強い人って結構いると思うからな。 飲んでも、一応論理的思考ができるんだったら止めはしないけど、俺は飲まないけど、もともとは飲まないけど、飲んだらもっと精査できないと思うよ。こんな精査できないと思うから、飲んだらともと論理的思考できで,できないから、絶対飲まないけど。

まあ、今日のテーマはね、残す名古屋と2番から設定ランテージ食らうから2番に評価集した。<laughs> 98でもいいと思うけど。<laughs> もうめんどくさいから。1番の6釣り押しもちょっとおかしいし、うん。にしようだ前提で。王のテーマはね、分かってなかったってあれだけど、ね、98のランでオライと思うけど。ね、<laughs> 自分の癖を理解しているぐらいでってことは裏を返せば、3番。そのように動けばいいんで。ーー発言してください。王の絶対条件2番の評価集だから。 で釣り回避これが絶対条件何3級ロロこれ3番釣りしかないでしょ譲りしましょうあ,あ疲れてきたほんとマジで9番でいいんじゃないもうじゃあ3番でいく 夜ね、眠いとかさ、酔っ払ってゲームしない方がいいと思うよ。一応、ゲームにならなくなる可能性があるから、人とゲームしてんのに酔っ払いながらって、自分、まあ、対人戦でワンオンワンのゲームとかだったら自分がやられるだけだから、それはいいんだけど、他の人に迷惑かけるような、こういう複数に集団で戦うゲームで、9番とか3番みたいなのはやめた方がいいと思うけど、 のプレイヤーは発言してくんから。別に俺強人だからこっち。八球ね。オッケー、オッケー。八番、九番からいきますね。えー、っとね、まず六番さんが人狼軸であった場合って、今騎士出てないよね。まず一番に絶対黒打てない。で、かつ三番にも絶対黒打てない。五番、六番がそろって三番釣りを殺しに行ってて、ね。あの騎、ー、士かもしんないのに、打たれへんから、まあ安心しなさい。 で8番9番申し訳ないが僕は8番の印象が良かったので俺は1周目から出た8番から芯切られたらまずいかなと思って出た8番は1周目から出ないと2周目に出た新芯切るって言ってた一応発言通り8番は6番さんの方が2周目に出てきたから偽だって言ってただけど俺は8を釣る以上五番 のプレイヤまあ、発言しない参加、酔っ払ったら9でいいんじゃないですかね。うん、まあよく分かんないですね。このゲーム取り組んでて、眠る可能性があるのに、えっ、ー、と、ゲーム参加する3番とかね。酔っ払っていて、論理的に話せない可能性があるのに参加する9番とかいるんだから、もう9、3でいいんじゃないですか。9, いいすか9、番でいいんじゃないですか。もう,もう3でも9でもいいと思いますけども。 まあ、でも占いのツリー値は別にね7、8、えー、でも行きたければ行けばいいと思いますけども、まあ、2例のような8、9で、まあ、私は普通に9番ずろうかなと思ってますね。まあ、ゲームにね真剣に取り組んでほしいなと思っています。まあ、9番だったらまあやる気ない陣内当たってもうやる気ないんでしょうねもう本当に、まあ。まあ気持ちは分からないでもないですけどもね、まあ、村の時だけ頑張ってもしょうがないと思いますこのゲーム陣内も頑張らなきゃうん。と思いますね。以上です。はい6番 うん、人間の時頑張んないでしょ。俺だよ。のの発言、して一、うん、言てくださいも言わないです。3番の対、3番の釣りしか今日ないでしょ。で、騎士絶対出てきた今。出てこなかったらもう3ってことね。3騎士確定していいあ、出てこない。うん。じゃあ、これ村のみんなもあー出てきたか。まあ、じゃあ3釣りしかないよ。きゅえうお <laughs> じゃあ、ああ、もう、ちょっと追加。じゃあ、そうだね、ま棋、あ、士西尾場面っていうのは、棋士西尾場面っていうのは、まあ、占い師だ、占い師。うん。でも、3番がもう落ちてるから、もう3番落としかないと思うんだけど。うん、だよね。でも、ちょっとさこういう場面の、こういう場面の、 正しいあれって私ちょっと分かんねえからでもただ2番はどっちに守ってもらいたいか2番はどっちに守ってもらいたいか騎士は2人出てんで騎士に1人投票してください、はい、投票してはいで残った騎士は守りたい方の占い師守ってくださいもうしょうがないんで本当は4を落としてもらいたいけどそれって村飲めないでしょまあでもこの進行取れない4番って偽だからね言っとくけど3番が落ちてる時点で3番を今日落としてください もうこ,のこの進行って文句ある人いないよね。まあ、それで明日やっていくしかないもう3番落ちてる今。マジで普通にゲームはしたいな本当はい分かりましたか棋士の方々。2番が投票された方が2番守ってください。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。ださ、はい、とまあ6番さんの棋、まあ、士に関しての進行はそれでいいと思います。 で、3番これ落ち,落ちてんのこれ、ただ単に接続がおかしいとかなのかなと思ったんですけど。で、俺ね、9番さん、新境なんじゃないかなって思ってて、あるならね。で、も5番さん、ローならあるかなって位置なんで。なんで9番さん、新労、あ、じゃ新境かなって思ったのは、単純に、 ラインが切れすぎてるんだよね5番からも最初釣り押されてる人間で1番からも精査不能って言われてる人間だから占い師で進路出てたら結局切れてると思ってるから <laughs> 白に近いんじゃないありえんオラじゃないべ。 3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。 夜が来ました目を閉じてください 朝が来ました昨夜死んだのは1番2番のプレイヤーは発言してください白でした多分3番は多分スムラで落ちててで5番さんが多分マックス強だと思うんだよねだから9番さん死んだと思う46星さなんだけど 6番さんがでも3いけてるっていうのはやっぱ真だと思うけどね。やっぱり発言、自分はやっぱ釣られちゃいけない。あ、違う。3番はやっぱ釣るっていうのはやっぱり真の主張だと俺は思うけど、ただ、棋士がでも5番差出た理由が何だったんだろう。ああ、そういうことか。結局それだと思ったら5番が、そういうことね。うん、そうすると、3白だったが4、6、5、9。 6番が8黒かあ。6番が7黒。しか 6, 6番3目線は5九に新居で4七ローローか。もしくは4が京人で7九ローローか,か。っていうことだよね、多分六6番さんが言う主張としては。となると6七ランだったら源氏6番。3が真には見えてるけど。うん まあ一応6番、まあ、5番さんはなんでスラして、そのまままた騎士出たのかだけつ言ってもらった方がいいかもしれない。そうしないと、やっぱ村に伝わらないし、多分5番さんマックス強陣で置くとなると、やっぱ47、臭いとは思うけどね、5番が強陣で出て、スラして、また棋士出て、あぶり出してるから、5番強陣で47かもしれないですね。現状見えてる世界線としては、6が死んで、9が騎士で、8が村で、1番村だって感じはしてるけど、まあ先生、はい、発言聞きます。 4番のプレイヤーは発言してください,ださい <laughs> あのね5番さんの新棋士なんかあるわけないでしょ5番が3釣りたいって言ったから6番が5白出して3番釣りに行ってるんですよ3番白でしょじゃあ6番陣外じゃないですか占いに棋士2なんですからそれ僕の時点ではまだ棋士2になってないから 6番さんの信仰が正しいっていうんであれば、占い師に入れて、占い師を釣って、霊媒師が投票してる棋士が霊媒護衛で、投票されてない、例えば今回で言った5番が、えっと、例えば俺が釣られた6護衛、5へ違うんですかなんでグレーに投票する必要あるんですか占い師だったらグレーなんか色見たらいいじゃないですか。僕は8番が自分の信仰どおりにやってるけど、 もしかしたら8番自身がもう夜会話で2周目に出てくださいねって言って、僕2周目に出たでしょ、芯切りますって言って、そういうライン切り、高等なライン技術もあるから、だから怖いから8番釣りに行ったんですよ。で、8番色見た白でした。はい、いや、あのー、そもそも1占いしない、6番新占いなんかないからね。1番さん死んでるからね。 5番さんとか責任取ってね3番さんなんかツるとか言ってく3番さん白でしたよ5番さん5番6番これどう責任取んねんお前らおい7番はもう分かってるやろ7番8白な6番絶対入れろよ7番分かってんな5番のプレイヤーは発言してくださいあの私新規士なんですけど7と9ってもうどちらかにローがいるんですけどどちらもひどいですよね 7番のだったら、5級釣るんでしょ ?3 番って接続切れてんだから、5級で、新っぽい方を釣るべきだし、偽の方のね、方を釣るべきだし、9番だとしても、あなたって釣り位置上がってんだから、出ないといけないんですよ。だから確人外って9なんですよ。こんなの分かんないんですかそこ釣れなかったら6番とか4番とか何考えてんだろうと思ってますよ。何が2番が投票した方があれですよ。2番は9番が偽だと思ってから投票してるんですよ。で、 怪しいのって本来俺すらしてるから9番が新規死なはずだから9回目が発生するはずなんですよ。そういう場面なのに9番かまれじゃないか9のローもあるし、まあ、7番がローだったら自業自得なんじゃないですか。ローだったら3番は残し5級を行くのがセオリーですけど、だから7と9の人狼って本当にひどすぎて笑っちゃいますね、今日のゲーム。 6番のプレイヤーは、は発言してください。いうのは、7番さんっていうのは週、一周目のとに、1周目,目のとにの、まあ、言ったんだよ。あのま,だまだ私、その時潜伏してて、それなのに、4番さんー確定だねって言ってさ、普通に考えたら、まあ、1周回って、そこで出てくるって全然あることなんで、なんでそこで確定なのかなって、違和感を持ってて、そこで占ったら、黒引きました。 すごくないですか、私。ちゃんと黒引き合ってんで。はい。で、えー、なんか4番がいろいろ言ってますけど、いや、普通3番が落ちてたら絶対3番ずれたし、なおかつ、棋士懸念も考えて、棋士は絶対出さなくちゃいけないんだよ。絶対、真のスはそれ出さなくちゃいけない。それができてない4番ってどこにがある、どこに新面があるどこに新面がありますかはい。それぐらいかな。今日はじゃあ、これ、6、7っていいのかな。ちょっとこの進行見慣れてないからさ。 6 7か私は 7, 7番のプレイヤーは発言してください。もう早くして喋りません。6番さん、太すぎませんかだったら3番さんが2番さんを叩いたの、もうロン通るでしょう。 でそうなるでしょ。6番さんと5番さんって、3番さんが一角している2番さんに対しての叩きが不当だって言ってんだから、1週目。そこに対して5番さん、3番さんずりをしていて、6番さんもそれでいいよって言って5番さんに便乗してたでしょ。おかしくないですか。だったら俺の質問も飲めますよね。そう思いません そこにた5番さんっていうより番さんに対しての躍起は全くしてなかった人物で、そこに対して6番って5番の巨人目全く追ってなかったじゃないですか、1周目。そうですよね。僕、その視点が全く6番落ちてなかったから怪しいと思ってたんですけど。8番のプレイヤーは実言してください。さいあの1日目の,あの切れる時にあの 6番さんずりって言ったのはもう完全に6番さん黒ロックして6番さんが売らないしっていうことが頭からすっぽり抜けたからです。すみませんでした。で、えっ、ー、とですね、6番さんがやっぱりすごく、やっぱ1日目の、ね、引き継いで7番さんが言ってることはやっぱ真っ当に感じてしまうんですよね。ただ4番さんもちょっとあの、 僕の発言で、ね、捏造があって、あの六番さんが二周目に出てきたから偽っていうわけではなく。六番さんが三番さんにした指摘が。不当やから、僕は六番さんと五番さんが怪しいっていう風に言って、六番さんが五番さんに白を打ったんで。五六に見えるっていう風な発言をしたんですね。僕はもう六七の作やったら、六番さんに入れちゃいます。すみません。以上です。九番。のプレイヤーは発言してください。 えー、なんで ?6 番さんと7番さんと8番さんはどうして6番じゃなくて4番さんにぶっこまないのなんでちょっと待って、ちょ、ちょっとごめん。 なんで6番なんかい,い,いえいえいえっつってなんで6番さんに突っ込まないの6番さんじゃめちゃくちゃ怪しくないいや俺騎士ですけど俺騎士ですけど4番めちゃくちゃ怪しい投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ 6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは発言してください,ださいどうなってんのこれどうなってんすかこれ意味が分かんないんだけど9番さんの発言聞いたすらやりすぎだって5番は7番はまあまあ8番 はあ、7番っていうのは1周終わってないのにまだ1周回,、ま、回ってからがまあスラだったりとかまあ旋風が出てくるのに4真ですねってそこで言ってるんだよその時点でありえないでしょ普通なあ,あとあと9番9番のどこに真名があったさっきのは、まあ、9番しかも放棄でしょ8番は8番のは何を何をもっては 私のは黒いの岸出し進行もしなかったんだよ3番騎士の可能性もあるから岸出ろって絶対言うんだって意味わかんねえよ夜が来ました目を閉じてください 朝が来ました昨夜死んだのは8番9番のプレイヤーは発言してくださいあのさマジでひどすぎるわ。 なんなんだよ、うん、これを投票放棄はするしようこいつよあまりにひどいわ、うん、あまりにひどいわ二、うん、番カメよまずよ日本どうだったんだろうかも四番さんはどうだったんだろうかも、ね、なんで九代目なんだよまずよなんで九代目なんだよくそ、違ったのか違ったのか じゃあ5番は黒だなじゃ。じゃあ5番は黒だ。それだけだ。くそれじゃあ何が正義だ 2>, ?2 番のプレイヤーは発言し,発言してください。多分9番強人で6番が来る4番差し確定して。 5番さんが何をして、9番さんは結局どこ守りも書いてないしね。9、9、5は2つって言ってるけど、9は結局どこ守ってるかも書いてないから、わかんないんだよね。いや、記者は分かってるんだけど、分 <laughs> かってるんだけど、どこを守ってんのかさっぱりわからん,んだよ。なんかもう発言っていう発言じゃないから、まだ5番さんの方がなんかすごいスラッと、すごい目立ってる行動はしてるけど、まだ5番さんの方がやっぱ発言はしてるから だから俺、逆に死んで、四が頭に四がいて、もう四目線は五が黒で、九、九が四騎士で七白でしょいやー分からねえな、もう本当にって感じ。だから四番三味線は五黒の六黒。七白、八白、九、九、九白では九が騎士になるわけだから。四番三味線は五。やっぱ四、四頭になれば五行くか。五行って、 精査かいって9が騎士だからいやーもうひどすぎるわ9番かまねえしようんでここまで俺がやってあげてんのに9はいかねえ59審議いかねえってもう3なんか守れんねんもう9番さ強じなの9いってくれお前、まあ、9いって4守るっていうふうに言うわいやもうひどすぎるわ4は死んだけど4番 のプレイヤーは、まあ、発言してくださいまず、あのー、6黒の段階でも僕のシーンが確定なんで、9番は人外の時強靭なんです、僕間違って強靭裏占ったかもしれないですよ。そもそも9番視点で、俺が二千になるわけなくて、自分の対抗が5番から出てるんであれば、占い師で言ったら、6番が基本的に二千になるはずなんですね。ななんんで4番つらないんだって言ってて言 5番人狼やったら、6、6、偽やろ、6、9視点。俺、占い値間違えたかもしらんけど、5番占いたくない俺の気持ちも分かってくれ。こんなスライド何回もしてる。吸い取られたくなかったから、や占わなかっただけで。あの、2番さん、今日7釣りね。7釣って、で、続いた時点で5番釣れるし、新騎士残ってるから間違いなく、5、9に。7釣りね。黒囲い,いされたら終われへんから、俺。 5番のプレイヤーは発言してください。あのもう価値格だから9つって、でよ、俺4番守るからそれで終わり。はい。で、57の色つければいいから、2かまれると思って4守ってないから、俺が信ね。はい。本当に、あの、まあもうだから9つって、で、7すればいいだけの瞬間、だから4番生きります。はい。終わりです。はい。9つってください。今日、巨人のね。もう確定陣害。まあ、67だったらもう本当にゲームセンスゼロだと思いますよ。 4番強陣哀れです。まあ、もう活躍なんで9番からいきましょうもうもう人外発言してるんでで4番守ります以上です7番のプレイヤーは発言してくださいいやいやいやまああのさ大蔵会俺6番から黒もらってる人間なんだけどで6頭比俺昨日してるよねどう見ても6頭ラインなんてないでしょ いやあ、あれで急噛まねえやついいんだぞ。えー、あのすらして急噛まねえんだぞ、<ー>こいつらよ。言ってたよね 変な発言してれば狂人ってもうセンスがねえわ。変な行動取ってるやつが人外だろ発言が変だからじゃなくて、行動が変なやつほど人外だろ俺で、ね、俺,俺の人外追えねえで、朗学囲いしてるしさ。いやもうで9とか5とかいかねえしよう。なんで3言ってんだろ、俺人外だよ。だ新騎士でも狂人でもいいんだよ。なんだな3番がいないんだから、絶対 いや、下手すぎてダメだわ、67が。あまりにも下手すぎてやばいわ。あまりにも下手だわ。あまりにも下手すぎてもう。いやー、なんであんなにアシストして分かってくれないんだろう。あれで俺の新規しってんだったらもうやめた方がいいよ。紛りゃいいじゃん、こんな奴らよ。67なんか見えねえだろうよ、こっち目線。ひどいよな何これ。 何だよこれおいおいおい何だノプレイヤーは発言してください,い,い,いもう何やってんのマジで <laughs> 夜が来ました目を閉じてくださいこれ何だよニーンローローじゃないよねこれどこで連れてんだよまずよ 俺,俺強人だぜ。4も2制になるぜ。2番がローじゃないと。めんどくせえから、924噛んで、もう1枚。俺だけ噛むなよ。こんなことやって俺噛んでるやついるからもう、あぎれんだよな。セオリー上ね、もう5の人噛んでて5番強人がわからないんだったら、多分セオリー上の感覚がずれまくってるから、もうそんな人、人狼勝てないから。 感覚の世界で5番を狂人で置けないんだったらもう無理よ。こんなことしてるしん。しいたら負けりゃいいじゃん、こんなもん。ただそれだけじゃん。いたら負けりゃいいじゃん、こんなやつ。俺だったらそう思うけどね。まあもう驚きの、驚きの、驚きの展開なんだけど。なんだよ、これ、本当によ。 なんだよ、この展開よ。本気でなんだよ、この展開。昨夜死んだのは9番。なんだよ、この展開。なんだよ、勝ちだからいいけど。2>, 2番。のプレイヤーは発言し,発言してください,、はい。4番投票で、たぶん5番差強人だと思うから4投票でいい。たぶんちかさんが霊能で多分、たぶんだと思う。俺乗っ取り成功したけど。 <laughs> <laughs> 俺、例の乗っ取ってんだよね。だろうね。3多分いるとは思うけど、<あ>まあ、もし,がもし番だった場合は、3番さんが悪いという。値、ね、したことで、1番がもし一番がもし例のだった場合は出なかったら、1番が悪い,い。あ二2番があれなんだろうね。で、九番さんはとずっと投票放棄でしょ。もうそれじゃ、村は勝てませんよ、正直。九 <laughs> <あ>番さんを放棄して、5番投票で勝ちなんだよ。あ五番投票で勝ちなん例のも誰もいない。新例のも誰もいない状態で、村が勝てるわけがないよね。<laughs> <laughs> はい、4番。多分 ヒロちゃんは多分強人だともあの発言的にもすらして、西出て、ばらってやってから、ばらってやってから、で4番さんも7でく、はい、黒が凝ってくれたから、もう4は7いくと思っても7投票いました、はい。4番行って終わりですね。はい、でいいのかな多分1か3に例のだと思うけど、うん3番が、もし3番がもし例のだったら3番さんが寝たのが悪い1番がもし例のだった場合は、 一番が出なかったのが悪いということですよ。よそしたらだって、新道路形成で46新道、例えば霊能新道、巨人が2位としてる場合っていうのは新道路なわけでしょ。うん、だから、それ霊能が出なかったのが悪いと思いますよ。はい。四4番投票でお願いします。4番、のプレイヤーは発言してください。ひろ <laughs> ちゃん、俺に言えたら先輩なん、ね、<お>俺、人狼よ。ひろちゃん。 分かってるよね俺がヒロちゃんずっと占ってないのひヒロちゃん盤面上追い込んで最後に釣ったろうと思ったんですけど、まあ、ヒロちゃんが強人っていうことは2番釣れるなと思ったんで人狼使用してるしだから2番に釣りを持っていくためにヒロちゃんに白打ちましたヒロちゃんもなんかずっと人外っぽかったもんね <laughs> まあ俺が対抗6番の対抗6番シーンね6番の対抗の白先なんえ黒先なんか釣るわけないやん 基本的に絶対7番が黒打たれてるんやったらヒロちゃん釣るやんかわかるあ俺俺ね俺,俺と7番が人狼ね OK? じゃ、ね、あミツリねあ俺入れた先輩ねヒロちゃん5番のプレイヤーは発言してくださいはい狂人 47ローロで7投票するわけねえから、2が乗っ取りでしょいちさんの。はい。あ、5番いって。もうか、俺か、か、確定勝ちしたいから。24で入れ合ってもいいや。まだ俺話したいから。あ、でも確定で勝ちたかったら5ずり。あ、俺強人100強靭。版面上47追えないから 26? 驚くわ。はい。もう驚きのレベルだからもう。うん。13が悪いよ。1番はね、霊能で出なかったらね、前科はある。 でも3はね、2をぶったらいでだから、どっちなんだろうね、楽しみにしてる。2番噛まれてるのは変だなと思った、唯一。うん。ま、あ多分26なんでしょ。驚くわ。7がローにしては、なんで号泣つらないで3番残さねえんだろうなと思ってたわ。俺、でもね、もう4、4、四投票、あ、5にして5。5。俺、確定で貸したいから。絶対貸したいから。あの、はい、5にして5。俺、自ずりするから、はい。投票を始めてください。あ,あい,いえん。オラじゃないべ。 俺とも47でやってんのこれ。47で2番残すの震えるわ。5番のプレイヤーが選ばれました。うん。ゲーム終了。人道の勝ちです。<laughs> <laughs>